えー、今日は、えー、モーニング娘。2415期バスツアー大量落選の謎について、えー、語ろうかなと思っておりますが。が えっとちょっと前ですね、まあ、先月なんですが、ちょうど私ら、モーニング娘。の仙台公演やってた頃ですよ。あの時にね、リーダーのね、仙台公演が終わったかぐらいのあたりだから、4月の何日だろう。えー、その時にね、リーダーの、ね、生きたエリナちゃんがね、えー、15期バスツアーの応募が始まってますと。であのー まあ、初めての人がいるかもしれない。バスツアーってその、知らない人同士が同じ部屋に押し込められて不安だっていう意見もありますと。うん、でも、それはあの行ったら楽しいよっていう、自分もバスツアー参加しますからね、もリーダーなのにリーダーですけど。 あのモーニング娘。長い歴史の中でメンバーなのにバスツアーに参加しちゃった人ですからあの人は <laughs> 変な経歴持ってる人ですからね。新垣さんのバッツアーにね、えー、メンバーなのに、ね、参加しちゃってねおたと一緒にわ、ね、わ騒いでた人ですからね。うんうん で、メンバーなのに、あのー、なんだっけ、メンバーなのに、通ーとスイッチ機でね、あの、触らないでくださいって言われてですね、<laughs> メンバーなのにって、触らないでくださいって言われてね、ああのー、の、うん、アップフロントのスタッフってガチなんだなと思いましたけど、お、まあ、いいんですけど、でその、生田さんが自分もバスツアーに参加した経験に基づいてですね、えバスツアーは楽しいよ、 だからみんな応募してねっていうのを後輩のバスツアーのためにですね、えー、ブログを書いていただいたんですけど、その時に、あ、応募少ねえんだな、みたいな。だから応募があまりにも少ないから、リーダーが、えー、迷ってる人もおるかもしれんけど、楽しい件、あの、みんなで参加してね、みたいな、そんなのブログに書いたんじゃないかと。まあ、優しいリーダーだな、っていうのの、えー、話をしてたんだ。 で、蓋を開けたら、もう今日落選祭りですよ。<laughs> で、オーバーが少ないと、心配させておきながら、もう今日の落選者多数っていうのも、まあ、今日、X でね、大騒ぎになってましてね、なんでこんなに落選者いるんだみたいな話で、ね、みたいなさなってて、です。で、一応定員が400名で、だから多分定員400名でね、あのー、まあ、 日光観光、多分日光観光だと思うんだよ。多分 <laughs>、<多分笑>いつものパターンだから、あそこあそこよく日光観光頼むから、そこ。 例外もあるんだけど、ほとんどバスツアーの写真見ると、大体日光観光のあのカンガルーと魚のワー、まあ、なんてバス乗ってるから、も、まあ、日光観光じゃねえかなと思ってんだけど、<laughs> えっとね、あそこね、調べたらね、バスがね、えー、ハイデッカー車で57人乗りっての、ね、があって、あれチャーターするとね、だいたい57人は押し込めないから、50人ぐらい押し込めるんだよね。で、押し込めるから、えー、8台で済むかなみたいな。 うん、でまあまあ余裕入れて8台か9台だろうと。あのー、で、えー、余裕むれば10台ぐらいチャーターできるんだけどね。でその最初が120名なんですよ。最初120名だとだいたい48人乗り3台で済むんですけどでそ、えー、らくじゃあ400人バーって埋まったのかってこう400人バーって埋まって。 はい、落選者多数って言ったら、もう、生くたリーダーの効果あたりはすごいってい。えー、リーダー様々って。かつてこんなリーダーが、後輩のバスツアーの呼び込みをやって、こんなにあの、応募者数がボーンって増えて、落選者多数になったことあっただろうかと。えー、できたリーダーだなーって、まあ、そう思うのは、まあ、思いたいのは山々なんですけど、<laughs> もう、私もね、もうや、もうやりたいんだけど、 どうもなんかね、これ、一応ね、交通関係詳しいおたってからすると、どうもこれは、バスを集められなかったのではないかっていう説があって、まことしやから囁かれてて、というのは、今バス運転者が不足してんですよ、やっぱり今。で、今バス会社ってやっぱ採用を出してんですけど、来ないんです。 やっぱり。どこのバス会社でも、あの、必ずあの、応募、応募待ってますみたいな、ホームページも必ずね、あるんですよ。応募、バス会社になってみませんかみたいなページをわざわざ作って、バス会社運転手の仕事、こんなに楽しいよ、やりがいがあるよ、みたいなのを一生懸命動画出してるところもあるんですけど、それでも来ないんですよ。暑い人も,も、来ないの。で、もうそれぐらいバス会社のバス運転手で、やめる人いっぱいいるし、なんでね。 もう高齢だなんだでやめていく失敗で入ってこない運転手がいませんバス回せませんみたいな感じで今年やっぱり最近ほらバスの運転手さんもほら途中でなんか運転中に心筋梗塞なってぽっくりってバス壁でぶつかってドカーンって乗客が怪我とかって結構ニュースあったりするでしょうあるいはね居眠りやって疲れてんだから居眠りやってドカーンってやってとかバス追突事故起こしましたとか 多いじゃないですか結局そういう事件事故が。で、そういうのも相まって余計来ないんだよね。あのもう、だからそのイメージ的に言うとバスの、例えばバスの運転手さんが運転中に心筋梗塞で急死してバスが壁にぶつかって死に事故がありましたな、ね、って言ったら、え、心筋梗塞だね、働かせられるのみたいなイメージがついちゃうわけ。それ か高速バスで居眠りあって他のバスに突っ込んだとかっていうニュースが出てくるとえ眠いのに仕事させられるんだみたいなイメージがついちゃって本当に来なくなるわけですよ。でね恐れていたことが起きたなと思っての私って言バスツアーってもうこ高校多分ね今ねバスツアーやりたいですっていっぱいもうハロプロのなんかこの X 見てるとファンの X とか見てると「あバスツアーや,りたやってほしいな」みたいな要望を出す人がいるんだよねだからジュースジュースだと最後だからバスツアーやったらどう,でどうだろうとかさアンジュルムのかな子佐々木陸子最後なんだからバスツアーやったらどうみたいなことも軽々しく言うんだけどそ無,理に無理な時代に来たんだなっていうのがちょっともう来てて。 だからや,ろうやりたいのはやりたいんだけどバスが集めらんないっていう現状なんです今だか,ら、まあ、だから修学旅行でもバス集めらんないから日程変えられたりしてんだよもうだから現に今日のニュースでもあったけど修学旅行でこっからここまでバス移動だったんだけどバスが手配できなくて電車移動させられてるさせられちゃってみたいなのがあってそうするとね若干旅行代金上がっちゃうのね。 バスだと結構安く,上げる安くこうバーって行けるんだけど途中電車利用なったとすると若干上がるだからだからのバス使いたがるのやれだから修学旅行ってあのー、バス本当は学校のい学校のなんかその先生方の本音としては修学旅行なんて全校ってバスで行きたいわけよ安いから、うん。安いんだけど そうもいかねえからちょっと新幹線体験させてあげたいなみたいな時新幹線ちょっと使ってみたりとかしてんだけど本当は本音言うなら全部バスで行きたいわけよ安いから。うん ただ、甲子園の応援なんか、吹奏楽団とかね、あの、バス何十台したってだけで甲子園行きましたなんて言うじゃん。あれなんでバスなんだって、新幹線で行きい家がねえかって、なんであの、遠いところからバス10台も20台もかき集めてさ、甲子園行くんだって。あれ安いからなのよ、だから。<laughs> 運賃が安いのよ、バスだって。バスの方が。自由聞くし、みたいな。 で、水素拡団か、水素拡大って、楽器とかつまらないからなんだから、バスの方が重宝するでしょ。あんで新幹線移動してください。新幹線移動で言っ,ったら、重い楽器背負って新幹線乗り降りしなきゃな、ぶっ壊したりするとまずいからね。だからバスなんだけど。でも、だからそういう事例が来てるんですよ、もう。もうだから、バスツアーをやりたくてもできませんっていう、やり、 いや、やってもいいけど、バスそんなに集められません。だから、2台しか集められずませんでしたっていう、80人しか出、っていうね。それをやっても今度さ、あの、バスが確保できなかったんで、今回は3台までしか出せませんみたいなこと言って、それを、まあ、 やったとして、今度 X 投げるやつがいるわけですよ。人気がなさすぎて3台であって、プークスクスみたいなことを投げるやつが出てくるんだよ。そうすると。で、それを真に受けちゃう人が出てくるわけですんで。 でバスがもう足りなくて、運転士が3人しか確保できなかったから3号車までしかないんですって言ってんのにも関わらず、応募が少なくて3号車までしか出せなかったんだ。へーみたいなこと言われちゃうから事務所もやりたくない。そうして事務所もやりたくなくなっちゃうわけ。そういう変なデマ流されちゃうとこもあるから。そういう問題です。はい。で、基本的なバス運転士どんだけ厳しいかっていうのを皆さんね、あのー、これから解説していきたいなと思いますけど、 えー、担当バスの運転手の2日、えー。これまで私が解説していきたいと思います。まず6月22日です。あのー、15キロバスツアー6月22日土曜日、23日日曜日なんですけど、えー、おたみなさんは8時に東京駅の隣の梶ジ駐車場に集まればいいわけです。おのおの。もう荷物背負って。それでいいんです。 あの8時まで夏までもいいです。あそこ、梶橋の駐車場のところに。まあ、たあそこ、梶橋の駐車場が出てくると思うんで、バス、バスは大体。<laughs> で、ですけど、バスの運転手さんは、もっと前からもう始まってます。で、多分おそらく5時、6時には出社してくると思います。6時に出社。で、点呼やって、車両点検あります。あのー、もう、あの、会社行って、制服着替えてから、 えー、天候やってあ、酒飲んでませんとか、健康ですとかっていうのをやって、えー、今日の、今日はあの15、15、モーニング娘。15キバスツアーです、長野まで行きますって言って、えー、日程確認して、えー、アルコールチェックやって、で、まあ一応一回外出て、バスの、自分の乗るバスの点検をやります。で、あの、ボルト、タイヤのボルトが緩んでないか、えー、カン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 ってやったりとかして、下回りチェックしたりとかですね、あるいは、バ、タイヤに、 国ななどは刺さってないだろうウラで電 <laughs> ン,ンとかボコンと開けてですねオイルを見たりとかですねタイミングブルーがちゃんと貼ってるかとかですねいろんなものをブレーキオイルはちゃんとあるかとか文庫前提携ですと,とにかくあれをやってますで1回それで6時50分それ終わると大体6時50分ごろに多分営業所からバス出すと思うんですけどで7時20分 1分ぐらいまでカジ橋にスタンバイしてないとおかしいんですよ、やっぱりね。えー、だからスタンバイしてです。で、その間ずっとおたおの到着を待ってるっていうですね。えー、です。<laughs> で、8時にまあ出発しようとしますね。で、まあ、皆さんはもう、わーわーわーやってますけど、 あの、タオルは、窓ガラスにタオル貼ったり好き勝手やってますけど、運転手さんは運転に集中しなきゃなりませんから。えー、ね。で、お店の皆さんは、だから、あの、車内のモニターでなんか DVD みたいとかできますけど、運転手さんは運転に集中しなきゃいけないから。ね。 で、あの、例えば関越道を乗って上新越道で名古屋まで行くんですけど、その間2時間に1回休憩入ります。えー、これ決められてますのでしょうがないです。で、サービスエリア行って休憩とかします。その間、あとイベントとかがあると思いますが、名古屋についてイベントとかあると思いますが、えー、この間は、あの、皆さんイベント楽しんでる最中運転手さんはバスで待機してます。えー、多分これ実質休憩扱いですから。これ <laughs> だから暇そうに待ってますたと思う思いますけど。 まあその間、もう一回バスの点検やってたりとかするんですけどね、タイヤに国入ってないかとかと思うんで、やってるんですね。皆さん,皆さんがチェキ会だ、なんだって、ヒャーヒャーヒャーってやって、裏側で運転手さんは、えー、自分のバスに国が刺,刺さってないだろうかっていうのを見たりとかですね、<laughs> えー、でバスの中で寝てます。<laughs> 多分ね、で、まあ、で到着するイベント終わりますとああ、じゃあチッパチマとかって言ってバスブーって出すで,で、ホテル着くわけですけど。 で、ホテル着きますと、中野のホテルに着きますと。で、皆さんは、あの、中野のホテルを入って、あの、部屋バ割り決まって、あの、夕飯まで自由ですよ、みたいなのがあって、ー <laughs> とかやってんですけど、バスの運転手さんはこっから点検をやります。<laughs> 点検をやって、で、会社に報告します。電話で。 あのねバス運転手さん専用の部屋もあるんですよ。ちゃんとあの用意されています、えー。これは主催者側が用意してるはずですので。で、そこに入って、ま、会社に電話で報告して、到着、無事到着しました。以上ありませんでした。って言って、じゃあ今日はご苦労様でした。って言って終わり。<laughs> で、宿泊。まあそこで酒飲んだりとかすると思うんですけども、えー、酒飲めないかもしれないな、これな、多分今。アルコール残っちゃってもまずいんで。うん で23日ですけど、えー、一応仕事だからね、この人たちね、仕事で宿泊してるから酒飲めないと思うんだけど、ね、23日日曜日、出発前天候があります。えー、で、まあ電話でやるんですけども、うん、これ、異常なしです体、体調は良好です、酒飲んでません、で、車,車,で車両点検やって、またやるんですよ、車両点検、またタイヤ。 あのボルトカン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 やってですね、ボンネットバカンと上げ、エンジンルームバコンと上げてですね、またオイルチェックしてですね、あのタイミング、タイミングプレートは緩んゃないか、ね、各し、オイルはあるか、ね、バッテリーはちゃんとつながってるかとかね。で、まあ、自分の車の点検を入れます。で、えー、朝食後はまあ、スタンバイしまして、えー、皆さんが出てくるのを待つと。で、まあ、長野室内ぐるぐる回って、一ち上がりだ、なんだってらったらやったら、もう待機です。でも、これも休憩扱いです。 でまあ、適当なお昼ご飯食べまして、えー、運転手さんもどっかでどうご飯食べますけども、えー、で、まあ、バースまた高速道路バーって運転して、ですね上信越道、関越道と取って、ですね練馬,練馬まで行くのかどうか分かりませんけども、えー、練馬まで行くのか、そこから外観道通って、美女着から午後を取って、東京駅行くのか分からないんですけども、どっちの通るか分かんないんですけど。 まあ、あの、サンデードライバーにまみ,まみれないからですね、緊張しながら運転するわけですよ。で、9時頃、21時でカジシで来て、解散ですよ。で、おたみはさんは、やった、うやほーって,って帰りますよ。そんで、思い出を共に。あー楽しかった、バスツアーだったって。運転手さん、こっからでまた親しいことあるんですよ。で、まあ、そっからね、まだ営業所営業所までバスを持っていかなきゃなんないわけですけど、持っていくわけですよ。 で、帰越した後、また車内清掃やをやって、点呼やって、待機なんです。だから。で、多分23時頃です。終わるのは多分。メーターバスの洗車までやってます。<laughs> バスの洗車もあるかもしれません。で、この車内清掃で一番手間くるんだよ。これだからもう、汚したおたいを散らかして。 なんか、殻とかゴミとかを全部掃除してたな。えー、窓ガラス、マジック、とか皆さんマジック、マジック、ファイバータオルとか貼るだろあの、テープで、あの、テープの粘着部分を拭いったりするわけですよ、そんで。<laughs> でもいいんですけど。で、それをやって12、23時頃に解禁ですよ。ようやく終わるんですバスの運転手さんはここで23時頃。皆さんが家帰って、15時バスは楽しかったとか、そこら辺の火事場所の近所の飲み屋で、管を巻いてる頃には運転手さんは、また仕事やってんだよね。で、で、皆さん、明日また仕事だわ、なんて言って、解散してる頃にもうバス運転手さんは帰るんです。 で、翌日休みかどうかは謎です。だから、休みかどうかは謎です。下手すれば十時出勤でまた仕事やってる可能性があります。これがバス運転手さんの、おおそらくだから。感謝しなさいよ、だから、15キロバスツアー行く人、運転手さんに。ありがとうございますって言いなさいよ、ちゃんと。あんた運転、大変なんだから、ね、これ運転してるのもね、あのー、 さも当然かと思ってるかもしれませんけども、運転士が不足してるのにも関わらず、自由バスばっーのために、運転し,してくれるんだから、感謝した方がいいですよ。うん、と思いますよ。本当に。 いやー、皆さんね、あの、本当バスドライバー握られる言葉をください。あの、それで,でバスの運転手さんは頑張れるそうですから、ありがとうございました、お疲れ様でしたって降りるときに言ったで言ってもらえるだけでね、バス運転手さんはね、頑張れるらしいので、あの、皆さんぜひ、あのー、まあ、あこれもあって、また同じような動画撮ると思いますけど、ま、あぜひね、おそらくバス運転手さんがいないからじゃないかっていう。